助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。タグ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください。あれ、あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。